昭和46年11月6日土曜日の記事です。岩谷パンチ力世界ジュニアライト級選手権、マルカノには地元のリー。世界ボクシング協会 WBA 公認のジュニアライト級チャンピオンアルフレド・マルカノ、ベネズエラに同級世界2位岩田健二、金子が挑戦する。世界タイトルマッチ15回戦はベネズエラのカラカスで6日午後9時日本時間7日午前10時から行われる。岩田は初の世界タイトル挑戦。去る7月29日、青森市で小林宏志、中村からタイトルを奪ったマルカノは初の防衛戦である。岩田が勝って小林が敗退した仇を討つか、マルカノが地元の利を生かすか、日本のボクシングファンには興味のある試合だ。日本のファンにとってマルカノの記憶はまだ新しい。小林とのタイトル戦で9回にグロッキーとなりながら右アッパーのカウンターで逆転 KO 勝ちしているからだ。素早いヒドルストレートの正確さは小林を初回から苦しめたのでもわかるように、岩田にとっても一番警戒を要するところだ。マルカノの左と動きをいかに制するかで試合運びは大きく変わってくる。岩田の武器はマルカノより上回る身長とリーチを生かすのが何より。オーソドックスでストレートを主体とした戦法は決してマルカノに劣るものではない。さらに接近戦となれば左右フックにも23勝のうち 10KO した実績が示すようにかなりのパンチ力を秘めているのも強みだ。問題はマルカノの地元で戦うというハンディ。カラカスのボクシング会場は日本で考えられないくらいの熱狂ぶりだそうだが、そうした雰囲気の中で、わずか29戦目の岩田が冷静に気持ちを保てれば締めたものだ。マルカノは対小林戦でわかるようにスタミナに難点がある。前半、マルカノの左ストレートを岩田がブロック、またはダッキングでかわしければ、勘のいい岩田のフックをカウンターするチャンスもあろう。後半になれば岩田のラッシュがものを言うだろうし、強打の持ち主であるのを考慮すれば、岩田の KO 勝ちもありそうだ。しかし、この場合も、不用意に攻めるのは禁物。下手に出れば、マルカノのアッパーのカウンターが怖い。早い回で、マルカノのカウンターで、岩田がダウンするようなことになれば、木を見るに敏なマルカノだけに、若い岩田では KO 負けする不安が残る。はい。これ、この岩田選手って、この時点で世界2位なんですけど、戦績見たんですけれども、正直、庄司博さんに勝ってタイトル取って、で、少し防衛したぐらいだなっていう印象なんですね、自分の中では。なので、なんでこれ世界2位まで登り詰めたのかっていうのはちょっとわからなかったです。で、この新聞記事だと23勝のうち 10KO して、かなりのパンチ力って書いてあるんですけれど、どうなんだろうな、とも思いますね。でもなんかすごく期待されてるんだろうな、っていうのはこの記事を読んで、感じました。はい。
fallaron japonés dando dos pasos hacia atrás. Japonés debe tener bastante asimilación. Marcano pega y el japonés aguanta sin dar un paso atrás. Y Marcano lo tocó con esa derecha e hizo su efecto posterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy buena la derecha de Marcano, hizo su efecto posteriormente. El japonés trata de golpear a Marcano y lo logra en un interesante cambio de golpe. El japonés muy valiente, el japonés con las piernas tambaleándole, se faja con Marcano. Marcano toma nuevamente al japonés la segunda caída. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vuelven a mandar a pelear al japonés. La campana ha sonado y luego le y terminó ese asalto. O sea, el tercero, como sabemos, que el cuarto rato. Y el brazo que Marcano se el capaz, primera caída en este rato. De acuerdo a las condiciones, tiene que ser tres caídas en un mismo asalto. Esta es la primera caída del cuarto rato. La cuenta de protección la llama Marcano a rematar a la pirata japonés. Con su izquierda va a rematar con la derecha, sin embargo, el capaz es sumamente valiente.11月8日月曜日の記事です。岩田4回でダウン、マルカノ正確なストレート。カラカス、ベネズエラ、6日 AP、 世界ボクシング協会 WBA 公認のジュニアライト級チャンピオンアルフレド・マルカノ・ベネズエラは6日夜、日本時間7日朝、トーチで世界同級2位岩田健二・金子と初のタイトル防衛戦を行い、4回1分50秒 KO 勝ちし、7月29日、青森市で小林宏氏、中村から奪った王座を守った。マルカノは初回から左ストレートを正確に決め、3回には左右フックのコンビネーションブローで2度岩田をダウンさせると、4回にも3度ダウンさせて解消した。岩田が4回に3度マットに倒れた。これはルールにより KO 負け。ボクシング経験わずか4年の岩田は、14歳の時から10年間リングに生きてきたマルカノの前に若さを暴露したようだった。開始早々、マルカノは効果的なジャブを岩田の顔面に浴びせた。マルカノのジャブに対し、岩田は守りを忘れたみたい。チャンピオンのスピードと正確さに完全に立ち上がりを制せられてしまった。勝敗は3回に決まったようなものだった。岩田は2回こそ左右のパンチをマルカノのボディへ決めて互角に持ち込んだものの、次の回には顔面への左フック、腹への右フックへと続くマルカノのパンチでマットに這わされた。それでも岩田はカウント7で立ちはしたが、また連打でカウント6のダウンを受ける始末だった。試合前、4回で KO すると言ってマルカノは約束の回を迎えて勝負に出た。3回のダメージでしこたま弱らされた岩田は、この構成を持ちこたえることができない。あっという間に3度倒され、小林が失ったタイトル奪還の野望はついえ去った。試合後マルカノは岩田戦を、小林の試合よりきつかった、と言った。小林には9回、連打で追い詰められてグロッキーになったマルカノ。その後ラッキーな右アッパーで逆転KO勝ちしたマルカノなのに、それよりきつかったとは、岩田の出来が
悪くなかった証明だろうか。岩田が KO されながら、すでに一部では再選の話さえあるくらいだ。これについて金子マネージャーはこう言う。マルカノは対小林戦当時よりはるかに進歩している。岩田は3回にローブローを打たれ弱ってしまった。再戦が実現すれば今度は勝てる自信があると。はい、ということでした。意外でしたね。マルカノ、小林さんとやった時よりきつかったって言ってるんですね。試合見ましたけど、かなり力の差があったなという感じでしたけど、マルカノ的にはきつかったんですね。はい。で、岩田さんはこの後、これ11月ですけど、1月に岡部さんとやって負けて、で、3月に今度は沼田さんを KO してるんですね。で、この印象がすごく強いので、岩田さんといえば、沼田さんを KO した選手っていうのが自分の頭の中に入ってます。やっぱり敵地で試合をするのは難しいんだなというふうに感じました。ありがとうございました。